もんか。ユージよ、お前は長い間自分を責め続けていた。アリスを救えなかったことを悔やみ続けてきた。その悔恨の半分は本来俺が背負うべきものだったんだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。許さない。ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さない。膝をつけ、首を差し出せ、標準せよ。よもや剣が二本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。
ここはどこだ？なんだこの服。俺こんなの持ってたか。それに肌触りがなんだか。もしかして。コマンド、ログアウト。ダメか。俺のこの服装、おそらくここは仮想世界だ。とはいえ、ウィンドウは開かなかった。ログアウトの方法もわからない。何より、ここはどの仮想世界なんだ。目に見えるものは現実世界のものとは大差ないように見える。これが仮想世界だとすると、この風景を生成しているマシンは恐るべき高性能機だ。ここにいても仕方ない。辺りを調べてみるか。音が聞こえなくなった。君は誰？どこから来たの？キリト、ちょっと道に迷ってしまって。道に迷った？そうなんだ。僕はユージオ。よろしく、キリト君。ああ、よろしく。
それじゃ。ああ それじゃ。
あれ？キリト！行くぞ！なんとか無事に帰ってこれたな。キリト、お疲れ様。ああ、一つ聞いてもいいか。なんだい？神聖術には、その人を生き返らす、村の人たちは知らないだろうけど、高位の神聖術には天命を増やす。例えば、人の天命は赤ん坊から子供、大人へと育つに従ってどんどん増えて、だいたい25歳くらいで最大になる。その後はゆっくり減っていって、この年齢ごとの最大値を増やす方法が存在することが教会の古い本に書いてあったと。でもその術は氷教会の偉い司祭だけが使える術らしくてさ。まあどっちにしろ、一度ステイシアの身元に召されたら生き返ることは、今ここで俺が死んでも教会やどこかで復活することはないと考えて良さそうだ。死ねばおそらく現実世界で目覚めるだろう。そうなるとやはり王都に向かい、世界を管理する氷教会の本部で偉い。友情、この村には竜骨の斧よりも強い斧はないのか？斧はないけど剣ならあるよ。ほら、朝に神器の話をしたろ。獣。ああ、そうだった。
今度こそ見せてくれないか。それじゃあ剣を取ってくるから先にギガシダーのところで待ってて。王都へたどり着くにはユージオの協力が必要不可欠だ。それにはこの巨大な木を切り倒さなくてはならない。ユージオ、彼の一生をかけても終わらない天職から解放するために。おい、大丈夫か？大丈夫じゃないかも。これとてつもなく重いんだ。さあ見てくれキリト、青バラの剣だ。この剣は何なんだ？ルーリットの村に住む人ならみんなが知っている、ベルクーリと北の白い竜っていう冒険譚があるんだ。ベルクーリは300年前にこの土地に村を開いた初代の入植者でさ、彼の冒険譚の中にこの青バラの剣が出てくるんだ。ユージョはこの剣をどこで手に入れたんだ？6年前にアリスと果ての山脈に行ったって話をしただろ。その時に洞窟で竜の骨とこの剣を見つけたんだ。竜は死んでいたんだな。骨には刀傷がついていたよ。竜を殺した奴がいるってのか？一体誰が？わからないけど、その人は少なくとも剣には興味がなかったみたいだ。それでユージオは放置されていたこれをここまで運んできたのか？一昨年の夏から安息日ごとに少しずつね。大丈夫かい？なんとかな。とてつもなく重いけど、それ以上に綺麗な剣だな。普通の鋼じゃないよね。銀でもないし、竜の骨とも違う。つまり人の手によるものじゃないんだと僕は思ってる。神様の力を借りて強力な術師が形にしたか、あるいは神様が手ずから作り出した、そういう器物を神器って言うんだ。青バラの剣もきっとその一つだよ。神が作り出したものか。この仮想世界における神とは一体何だ？ゲームにおける管理者、メインプログラム。何にせよ今分かっているのはこの青バラの剣が恐るべき優先度を誇るオブジェクトだってことだ。ユージオ、少し試したいことがあるんだけど。まさかその剣でギガスシダーを？禁忌目録に剣でギガスシダーを叩いちゃいけないなんて項目があるのか？いや、そりゃそんな掟はないけど。じゃあ問題ないな。なんだか前にもこんなことがあったような。試してみる価値はあるだろう。うまくいけばこの木を切り倒せるかもしれないぜ。分かった、慎重にね。キリト、大丈夫？こりゃダメだ。反動だけで手足が痛い。これだから言わんこっちゃない。やっぱり難しいみたいだね。なあ、まずは青バラの剣を自由に振り回せるようにならないとな。変なことに付き合わせて悪かった。いいんだよ、気にしないで。それより手足が痛むんだろ。シラル水を持ってくるから少し休もう。悪いな。それじゃあちょっと待っててね。青バラの剣を扱えるようにか。ゲームであればレベルやクラスやステータス、何らかの条件があるはずだけど。そうだ、ステーシアの窓。オブジェクトに試せるのなら自分自身にも試せるかもしれない。
ユニット ID と、こっちが店名か。青バラの剣を振るのに失敗したから少し減っているな。オブジェクトコントロールオーソリティが38、システムコントロールオーソリティが1しかない。システムコントロール権限は神聖術に関するレベルか。そして38あるオブジェクトコントロール権限、武器やアイテムの使用に関するのはこっちかな。青バラの剣は+45オブジェクト。オブジェクトコントロール権限を45まで上げれば青バラの剣を使いこなせるようになるってことか。とはいえどうやったら権限を上げられるんだ。お待たせ、キリト。さあ、青バラの剣はギガスシダーのウロにでもしまって、少し休んだら村へ戻ろう。あら、キリト、帰ったのね。なあ、セルカ。なあ、私？ええ、別に。その、聞きたいのは。私には。今は、だろ。ユージオに聞いたんだ。君に。ユージオが？あなたにアリス姉様のことを話。アリスもこの教会で神聖術の勉強をしてたことや、6年前、聖護騎士に。そう、ユージを忘れたわけじゃなかったんだ。あ、村の人はお父様もお母様もシスターも決して、まるで最初からアリス姉様なんていなかったみたいに。だからユージをも忘れるどころか、ユージはすごくアリスのことを気にかけてるみたいだぜ。それこそ天職さえなければ今すぐオートまで探し。そうなの。じゃあユージオが笑わなくなったのは。ユージオが笑わ。ええ、姉様が村にいた頃のユージオは。確かにユージオの物腰は静かだが、俺、彼がセルカや他の村人の前では笑顔を見せないというなら、やはりユージオの魂は単なるプログラムではありえない。彼は俺と同じ本物の意識、魂、フラクトライトを持ち。ねえ、何を考えているの。いや、ちょっと思っただけさ。ユージはきっと君の言う通り、今でもアリスのことが何より大。そうなのね。セルカはユージのことが好きなんだ。な、そんなんじゃないわよ。なんだかたまらないのよ。お父様もお母様も口に。だから私、家を出て教会に入ったの。なのにシスターザリアでさえ私に教えながら。ユージオはそんな人じゃないけど、私のことを避けてる。でもそんなの私のせいじゃない。私は姉様の顔だって覚えてないのに。ごめんなさい、取り乱し。いや、あ、その、泣きたい時は泣いた方がいいと。うん、そうね。なんだか少しだけ楽になったわ。人の前で泣いたのは。へえ、すごいな、セルカは。俺なんて、この年になっても人前で泣きま。あれ、キリト、記憶が戻ったの？いや、そうじゃないんだが、そんな感じがするっていうか。ともかく自分は自分なんだからさ、他の誰かになんてなれない。だからセルカも自分にできることをすればそれでいいんだ。そうね、私自分からも姉様からもずっと目を背く。あら、もうこんな時間なのね。いや、十分わかったよ。そう。ねえ、キリト。なんだ？
キリトは聖豪騎士様がどうして姉様を連れて行ったのか。私は知らないのよ。お父さんたちは何も言わないし、ユージオも確か果ての山脈にある洞窟を抜けて闇の国の、そう、果ての山脈を。大丈夫か、セルカ。ええ、平気よ。教えてくれてありがとう。せっかくの安息日なのに引き止めちゃって悪いな。ううん、気にしないで。それじゃあ私は行く。ああ、またな。行くよ。わかった。
行くよ。行くぞ。行こうか。はっ。任せろ。おい。さあ。負ける気しないぜ。